サウル・ニゲス・エスクラペスは、スペイン・バレンシア州アリカンテ県、エルチェ出身のサッカー選手。チェルシー FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。バレンシア州アリカンテ県エルチェで生まれ、11歳で、レアル・マドリードの下部組織に入団するもいじめを受けた。ことを理由に退団し、12歳の時に、同じ年のライバルチームのアトレティコ・マドリードの下部組織へ移籍した。 最初の得点は、2011年4月10日のエストレマドゥーラ UD 戦で、チームは3から1で勝利した。2008年夏、シーズン前にトップチームのトレーニングに参加。7月10日のシーリアクエンジェルとのプレシーズンマッチで2得点し、チームは19から1で勝利した。2012年3月8日、17歳と108日間で、 トップチームの公式戦デビューを果たし、UEFA ヨーロッパリーグでのベシュクタシュジ k 戦で、最後の6分間プレーした。2013年4月21日、リーガエスパニョラのセビージャ FC 戦で2分間プレーし、リーグデビュー。チームは1から0で勝利した。2013年7月21日、ラージョバジェカーノにレンタル移籍し、センターバックとしてプレーした。 2014から15シーズンに、アトレティコへ復帰。スーペルコパでエスパーニャのレアルマドリード戦に出場し、タイトル獲得に貢献した。2015から16シーズンから、マリオスアレスの遺跡と、ティアゴ・メンデスの負傷により、中盤の主力選手となった。2015年2月、UEFA チャンピオンズリーグ2015から16ラウンド16のバイエル・レバーク前線で、 相手 DF のキリアコスパパドプウロスと交錯し、そのままピッチに倒れた。すぐに病院へ緊急搬送され、血腫を伴う腎臓損傷と診断された。その後、38日間で復帰した。2016年4月27日に行われた欧州 CL 準決勝ファースト、レグの FC バイエルンミュンヘン戦では、ドリブル突破から、 決勝ゴールを挙げる活躍を見せた。2017年4月のインタビューでは、ここ2年間、カテーテルをつけたままプレーをし、毎練習、毎試合、決業を出しながら、プレーをしていることを明かした。2016年5月18日、クラブとの契約を2021年6月まで延長した。2017年7月1日に2026年までの9年契約を、 締結した。2018から19シーズン、2019から20シーズンでは、層の薄い左サイドバックのバックアッパーとしても、起用された。2021年8月31日、チェルシー FC に完全移籍するオプション付きの、レンタル移籍で加入することが発表された。 U-19 スペイン代表でのサウル2017年6月 UEFAU-21 欧州選手権のメンバーに選出された。6月27日 U-21 イタリア代表戦ではハットトリックを決めて決勝進出に貢献した。決勝では U-21 ドイツ代表に敗れたが5得点を挙げて得点王となった。 スペイン代表としては2016年5月17日 UEFA ユーロ2016予選に挑む代表候補として初招集をされたが最終登録メンバーからは落選したその後同年9月1日に行われたベルギー代表との国際親善試合で代表デビューを飾った父はプリメーラでプレー経験のある元プロサッカー選手であり CD アルコヤーの所属のホナタン・ニゲスと CD テネリフェ、所属のアーロン・ニゲスを兄に持つ。2011年5月23日放送のワウワウのドキュメンタリー番組ノンフィクション W でスペイン世界王者の育成システムという内容を扱った際、期待の若手選手として密着取材を受けた。国際 A マッチ14試合2点。ありがとうございます。